皆さんこんばんは。寒い中大変お疲れ様です。日本共産党参議院議員の山添拓です。はじめに先ほど小田川さんからもありましたが、立憲民主党と自民党の幹事長会談で国民投票法の採決は今度の国会では行わないという合意になりました。次の通常国会では何らかの結論を得るということにもなっていますけれども、何らかの結論ということは何もしないという結論もあるんじゃないでしょうか。大体今コロナのただ中で会見の準備を急ぐことに道理がないということなんじゃないでしょうか。私たち日本共産党は会見発議につながる憲法審査会はそもそも動かすべきではないという立場です。しかし国民投票法の審議をするのであれば、少なくとも CM 規制などを盛り込んだ国民民主党の案も並行して審議すべきだ、こうして野党で一致をして臨んできました。国会内で野党が一致して臨んできたからこそ改憲論議を阻み、2年半にわたって国民投票法案の採決もさせずに来たということではないでしょうか。今改憲を望む世論が大きいわけではありません。総選挙で菅政権を終わらせて、安倍改憲も安倍なき安倍改憲もいよいよ葬り去ろうではありませんか。皆さん、その菅首相は昨日の参議院の本会議で自らの答弁姿勢について問われて、きちんと答弁してきた、こういう答弁をしました。という声が自然発生的に渦巻きました。その答弁自体が虚偽答弁なんじゃないでしょうか。桜を見る会の前夜祭をめぐっては、この間安倍首相が述べてきた領収書も明細書もない、事務所は一切補填していない、そんなわけないだろうとみんな思ってきたことがその通りだったと浮き彫りになってきました。1年にわたって国会で嘘をつき続けてきた責任は極めて重いと言わなければなりません。それが自らの公選法違反、政治資金規正法違反を隠すためだというなら、なおさらこのまま放置するわけにはいかないんじゃないでしょうか。同じ答弁をオウム返しに繰り返し、いや自らも積極的に述べてきた菅さんにも責任はあると言わなければなりません。まず安倍さんには国会に承認喚問で出てきていただいて、今度こそ説明責任を果たしていただこうではありませんか。そして最後に学術会議についても述べたいと思います。井上大臣が学術会議に対して民生技術の軍事転用、デュアルユースの検討を求め、こういうことまで明らかになりました。やっぱりそこが狙いだったということになります。政治が科学を支配し、戦争に向けて軍事研究に動員をしていく、これこそ戦前の歴史をなぞるようなものだと言わなければなりません。これを放置するわけには絶対にいかないと思います。理由も説明できない任命拒否は撤回をさせる、そのためにも私たちこの国会で最後まで頑張りたいと思います。大体国会の会期が短すぎるんです。勝負の3週間だというなら国会を閉じてる場合ではないんじゃないでしょうか。延長を求めていきたいと思います。そして皆さん、何より解散総選挙で菅政権を倒して野党の新しい政権で希望ある日本を一緒に作ってまいりましょう。ご一緒に頑張りましょう。ありがとうございました。この通り。